21階会議フロア。人生で二度目の就職先となった会社は、可もなく不可もなくというところだった。取り立てて意地の悪い社員がいるわけでもないし、残業も毎日30分くらいある程度だ。有給も消化できたし、立地条件も悪くない。一度目の就職に大失敗した後では、天国のような場所だった。ただこれから先、20年、30年と、この仕事を続けていくのだと考えると、うんざりしてしまうのも確かだったけれど。それが社会人ってもんよ。母親はそう言って肩をすくめた。まあきっと、そうなのだろう。子供の頃から大人とはなんとつまらない生き物なのかと思っていた。電車で見かける大人たちは皆似たような服を着て疲れ切って眠っているかずっとスマホをいじっている。だがこんな風に会社という箱に押し込まれた今の自分は同じように疲れ切った顔をしたつまらない人間に見えるだろう。こんなもんか。子供の頃は学校という牢獄から早く解放されたかった。大人になったら自らどの牢獄に入るのか選ぶことになるのだとは想像だにしなかった。仕方ない。強く心に思うほどなりたい職業も見つからなかった。だから自分はおざなりに働いて生活費を支払って、わずかに残った金でもって、少しばかりの贅沢をして過ごしていくことになるんだろう。漠然とした未来予想は、どこまでも灰色の空が続いている。須藤さん、今日も休みですね。今日も今日とて、気だるい思いで出社すれば、隣席の同僚の姿が見えなかった。ここ数日、同期が無断欠勤を続けている。空の机を見るたびに、何とも言えない羨ましさが込み上げていた。自分だって、特に理由もなく休みたくなることも多々あった。駅のホームでぼんやりと電車を待ちながら、ふと反対側の電車に乗ってしまいたくなるのだ。三崎口という駅は、その名の通り、きっと海が近いのだろう。車内の広告には時折、マグロ祭りの文字を見ることもある。最近の新人は、何も言わずに辞めちゃうんだよね。チームリーダーは、大きくため息をついている。半年くらい前だっけ？ちょっと暗い感じの子。真面目だから大丈夫だって思ってたら、ある日不意に来なくなっちゃってさ。連絡もしないなんて、社会人としてどうかと思うよ。そうそう、警察まで呼ぶ騒ぎになってね。警察？と聞き返すと、チームリーダーは肩をすくめた。ほら、うちの会社ってセキュリティ厳しいでしょ。だから辞めるにしても入室カード返してくれないと始末書ものだからさ。けど自宅に訪ねても留守にしてて、仕方なく警察呼んで調べてもらったんだよね。万が一ってこともあるでしょう。それで、どうなったんですか？うちとしちゃカードが回収できればよかったし、派遣社員だったから、あとは派遣元に引き継いで、それ以上のことはわからないけどね。まあ、何にせよマキ君は勝手に辞めたりしないでくれよ。僕は大丈夫ですよ。この会社気に入ってるんで、なんて。思っても見ない言葉もさらっと出るようになってきた。自分も大人になったよなぁとこんな時にふと思う。それは
わずかばかりの痛みを伴う感覚だ。ああ、そうだ。午後の会議、B6 を使うんだけど、プロジェクターの、なんだ。その、画像がうまく出ないんで、見といてくれないか。映像が出ないっていうのは、パソコンとモニタの接続がうまくいかないって意味ですか？そうだよ。PC 側に線が入らないんだ。わかりました。端子って何だったかわかりますか？ HDMI とか C タイプとか。何度か質問を返すと、だんだんと上司の機嫌が悪くなっていくのに気がついて、慌てて直接見に行って確認しますと付け出した。人に物を頼むときは謙虚になってもいいだろうと思うのだが、どうしてか恥をかかされたと思う人間が多いらしい。ちょうど仕事も一段落ついたところだった。休憩も兼ねて見に行こうかと席を立てば、総務部の社員も腰を上げた。マキ君、会議フロア行くの？ユリコさんは総務部の古参メンバーで、年は40を超えていると噂だったが、30代前半にしか見えなかった。人当たりが良く、皆から頼りにされている。あ、はい。なんか、ついでに見てくるものとかありますか？ちょっとね、来週お客様がたくさん来る大きめの会議があるから、部屋の準備をしとかなくちゃいけなくて。だから一緒に行く、という言葉に首をかしげた。だがその場では聞くのをはばかられ、エレベーターに乗ってから改めて、どうかしたんですか、と問いかける。苦手なのよ、あのフロア。なんかちょっと嫌な感じがして。ゆり子さんはそう言って肩をすくめる。嫌な感じですか。もしかして霊感とかあったりするんですか？ないわ。全然ない。でもね、あそこはちょっとおかしいの。そういえば、ふと思い出したことがあった。あのフロア、なぜかエレベーターが勝手に止まりますよね。だから何というわけではなかったが、残業で遅くなった時などに、押してもいないのに会議フロアでドアが開くことがある。もともとはうちの部のフロアみたいに普通に業務用に使ってたフロアだったのよ。でも遅くまで残ってた子が何か見たとか、そういう話がたくさん出て、それで会議室だけのフロアになったの。だからあんな中途半端な場所にあるんですね。オフィスがあるのは、いわゆる自社ビルというもので、大手の証券会社の30階建てのビルだった。そこに子会社を集めて各フロアに入っているのだが、なぜだか21階は会議室だけのフロアになっている。これが実に奇妙だった。10階まではシャトルエレベーターで上がっていき、そこからはセキュリティカードを使って10階ごとに区切られたエレベーターに乗り換える。外部からの客を迎え入れて会議をするならば、会議フロアは10階以下に作る方が無難だろう。ところがなぜか21階という中途半端な場所に会議フロアがあるせいで、外部の人間を招く際には何度も立ち会う必要ができてしまう。とはいえ、会社というのは往々にして謎の不便さがあるもので、少しくらいおかしなことも深く考えることはしなかった。その不思議な会議フロアで時折エレベーターが止まるのだ。それも奇妙な話ではあったが、やはりあまり気にしてはいなかった。
ゆり子さんも何かおかしなことがあったんですか？電気がつかなかったことくらいよ。電気？この会社、センサーで電気がつくでしょ？だから当然、会議フロアに入れば電気がつくはずなのに、たまにつかないことがあるの。昼間だったらいいんだけど、夕方近くで薄暗い廊下にどうしたって電気がつかないことがあったりすると、やっぱりなんだか不気味なのよ。確かになんだか不気味だったが、報告をあげたところで対応はしてもらえないであろうレベルだろう。そんな話をしているうちに21階に到着する。エレベーターのドアが開けば長い廊下が続いており、会議室のドアが並んでいた。この時間は明かり取りの窓からも日差しがしっかりと差し込んでいて、不気味さは微塵も感じない。それじゃあ私は準備室に行ってくるね。先に終わったら来てくれる？わかりました。エレベーター前で別れて、目的のBロフ会議室へと向かう。モニターは思った通り HDMI 接続だった。ケーブルはデジタル推進部が貸し出しをしていたはずだった。確認を終えて部屋を出ると、ふと目の端で何かが動いた。だが視線を向けても、そこには廊下と、そしてエレベーターがあるだけだ。首をかしげながら、ゆり子さんを迎えに行く。やはりなんだか、この階にいると、どうにも気分が優れない。誰かに見られているような気配を感じるし、時折何かが横切ったように見えるのだ。早く、戻ろう。不意に寒気にブルリと体を震わせると、足早にその場を後にした。マキ、帰りにちょっと須藤の様子見てきてくれないか。もうじき17時になろうという頃合いで、チームリーダーに呼び出された。確か、方向は一緒だろう。はい、そうですけど。幾度か帰りの電車が一緒になったことがあった。確か二駅ほど前で下車していた覚えがある。今日はもう仕事を切り上げてもらって構わないから、よろしく頼むわ。そう言われてしまえば仕方ない。早く帰れるなら喜んで引き受けるだろうと思われているのだろうが、実際には今日の仕事が明日の残業になるだけだ。とはいえ、ここで嫌な顔をするのは、社会人としては失格なのだと身に染みている。必要なメールだけ何度か送信すると、早めに会社を後にした。定時より1時間ほど早かったが、街も電車内も、ほとんど様子に変わりはない。二つ前の駅で降りて、教えてもらった住所をアプリ地図に入力して歩き出す。環状線から乗り継いだ先の駅は、どこもあまり変わり映えがなかった。駅前には大型スーパーやチェーン店の居酒屋が立ち並び、少し離れるとポツポツとコンビニが点在する。須藤の家は、駅から10分ほど歩いた距離にあるアパートだった。築20年ほどは経っていそうだが、壁はきれいに塗り直されており、日当たりも悪くなさそうだ。マキはマンション暮らしで、駅からも5分ほどの距離ではあったが、あいにくと日当たりはあまり良くなかった。この日当たりの良さは羨ましい。そんなことを思いながら、外階段を登っていく。目的のドアの前には、見知らぬ女性が立っていた。いや、不思議と見覚えがあるが、間違いなく初対面の相手だろう。つまり女性は同僚によく似ていたのだ。そういえば、
姉がいると言っていたことを思い出す。あの、須藤のお姉さんですか？声をかけてから、姉ならばこの人も同じ須藤だよなと気がついた。え、ああ、あなたは？不審そうな顔をされ、慌てて名刺を取り出した。須藤と同じ会社の同期で、真人を言います。須藤は部屋にいますか？弟は出社していますか？気せずして質問が重なって、お互いで顔を見合わせた。そしてお互いの状況をすぐに察して、息を吐く。数日間、会社に出てきてないんです。部屋にもいないですか？ええ、と須藤の姉はうなずいた。さっき、お隣の人が戻ってきたので聞いてみたんですが、ここ数日は帰ってきた気配がないそうで。参ったな、と頭をかいた。そういえば以前も新人が来なくなってしまったと言っていたが、今回も同じパターンとなれば、何としてでもセキュリティカードを回収する羽目になる。その場合、立ち会いに連れ出されるのは自分だろう。厄介事になりそうだったし、時間もかなりかかるだろう。おかしなことを聞くようですが、会社でその、何かあったのでしょうか？何か、ですか？例えば、嫌がらせみたいなことだったら、僕の知っている限りではないはずですよ。来なくなる直前まで、割と楽しそうに仕事してましたし。いや、そうではなくて。口ごもる様に首をかしげる。須藤の姉はしばし悩んでいたものの、やがてスマホを取り出した。弟から送られてきたんです。あの会社は、おかしい。呪われてるって。え？驚いて、すっとんきょうな声が出る。まさかここでオカルト的な話に及ぶとは思わなかった。半信半疑に須藤の姉のスマホを見れば、そこには何かの事件の記事が貼ってある。電話番号をお伝えするので、その記事のアドレスを送ってもらえますか？ええ、わかりました。ショートメールで転送された記事を開いて、思わず息を飲み込んだ。建設中のビルで作業員が転落死か。17日、21階エレベーターホールで作業中に仮設置の床が抜け落ち、作業員が資材ごと転落したとの通報が入ったが、現場ではなぜか遺体が発見されなかった。作業員が落下した瞬間は、複数名の同業者によって目撃されており、後の点呼の際にも、該当の作業員は現れず、現在も行方不明になっている。実はこの場所での不可思議な事件は、今回が初めてではないという。港区、丸町目、丸番地と聞けば、ピンとくる人もいるかもしれない。この場所は、某温泉施設の爆発事故があった場所なのだ。もう10年以上前の話にはなるが、ここには東京都内では珍しい天然温泉を1000メートル以上の地下から汲み上げて利用していた温泉施設があった。この施設ではボーリング作業中から奇妙な噂話があった。掘削作業中の穴からうめき声や悲鳴が聞こえると言われており、地獄への穴だ、などと言われていた。また当時も、作業員が落下し、行方不明になったという事件が発生したという話もある。
さらに施設は開業後にガスポンプの不調により爆発事故を起こし、開業からわずか2年で廃業に追い込まれた。今回、事故が起こったとされる高層ビルの建築現場は、この温泉施設の跡地なのである。作業員の遺体が発見されなかったことにより、事件扱いにはなっていないが、あまりにも不気味な事件が続いている場所だ。建築途中のこのビルで、これ以上何も起こらないよう、心から願っている。まさか、こんな、作り話ですよね。人は恐怖に怯えると、作り笑いをしてしまう。記事の場所はまさに今、自分たちが勤めている会社だった。それに、21階という符号に、背筋がゾワゾワと寒くなる。私もそう思います。作り話でなかったとしても、ただの偶然の一致だって。でも、弟はひどく怯えていて、それに、昨日、メッセージが届いたんです。メッセージ？ええ。改めて、女性のスマホ画面を覗き込む。そこにはごく短い文字が並んでいた。ここは地獄だ。なぜだろうか。その文字を見た途端に急激に吐き気がこみ上げた。見てはいけないものを見た。触ってはいけないものに触れた。そんな、おぞましい感触だ。とりあえず帰ってないってことで、上司に報告します。こちらでも何か分かったら連絡しますので。怖かった。非日常を垣間見たようで、冷や汗が溢れ出して止まらない。一刻も早く家に帰りたくて仕方ない。須藤の姉に名刺を押し付け、逃げるように立ち去った。今日は総務のゆり子さんがお休みだから、バイク便の受け取りは頼んだぞ。わかりました。あれから数日が経過した。相変わらず須藤は現れず、幾度か彼の姉に連絡をしてみたが、やはり帰っていないようだった。だが、それだけのことだった。結局のところ、同僚が一人いなくなったところで、仕事の量が少し増えるくらいで、大きく変わり映えはない。須藤のいない机も当たり前の光景になっていき、あの時の不可思議な恐怖も、時間とともに薄れつつあった。気にならないと言えば嘘になる。だからといって気にしたところで何もできないのが現実だ。忘れよう。別に親友をなくしたわけじゃない。そうやって見ないふりをして、それが日常になっていく。月末のせいか、仕事はなかなか終わらなかった。終わったかと思えば、新しいメールが舞い込んで、そのすべてに、至急と書かれているのだから腹立たしい。こういった文言は使う方は気休め程度のつもりで、毎回気軽につけてくる。だが受け取り側は他にどんなに仕事があろうとも、至急と書かれればやるしかない。明らかに急ぎでない仕事でさえ、急げ急げと言ってくる。顔を上げて周囲を見回せば、みんな同じ様子だった。営業部のデスクでは、ひっきりなしに電話が鳴り響いている。電話が来ない事業部であるだけ、マシだろうか。そんなささやかな優越感でしか、自分を慰める術がない。
コーヒーでも買ってこよう。外を見ればとっくに日が落ちていた。時計は20時を回っていたが、まだ1時間以上は帰れそうにもないだろう。コンビニにでも行って夕ご飯も見繕ってきた方が良さそうだ。幸いこの大きな自社ビルには1階と10階にコンビニがある。席を立ってエレベーターに向かいながら大きなあくびを吐き出した。マキ君。不意に声をかけられて、慌てて間抜けな大口を噛みしめる。ゆり子さん。いつの間にか、隣にゆり子さんが立っていた。今日も強度で、ヘアスタイルも化粧も抜群だ。それに彼女のそばでは、いつだっていい匂いが漂っている。今、帰りですか？そうよ、って言いたいところだけど、当分帰れそうになくって。二人でエレベーターに乗り込みながら、少しばかりの幸運に感謝する。疲れた時に美人の同僚と交わす会話は、じんわりと心に染み入る良薬だ。僕もまだまだ帰れそうになくって、それで夕飯を買いに行こうと思ったんです。24、23とフロアを示すライトが一つずつ下がっていく。でもこの時間だから売り切れてるかもなって思って。ゆり子さんも買い物ですか？って、あれ？今日って休みだったんじゃないんですか？チンと軽やかな音が響いて。箱がピタリと静止する。見上げれば21階のフロアを示す数字が光っていた。シュルシュルシュルとエレベーターのドアが開いていく。その先はのっぺりとした闇だった。あの、ゆり子さん？その闇の中へゆり子さんはスルリと消えていく。足音もなく、まるで吸い込まれるようにドアの先にある闇へ。彼女はすっぽりと消え去った。え？真っ暗だ。廊下は真っ暗なままだった。そこはセンサーで明かりがつくはずなのに、ただただ闇が無表情に待っている。どうしよう。正直に言えば、このままドアを閉めて、さっさとコンビニへ行きたかった。だが、隣の課の同僚を放置するのは気が引ける。ゆり子さーん！少しだけ身を乗り出して、大きな声で呼んでみる。センサーを反応させようと、大きく手を振ってみたが、やはり闇は立ち去らない。なんだろうか。心音が少しずつ早くなる。何も起こるはずがない。だってさっきまでは退屈な日常だったのだ。数階上のフロアでは同僚がまだ一生懸命に仕事をしている最中だ。だから、そんな日常のすぐそばでおかしなことなど起こるはずがないだろう。すいません。僕、先に行きますね。声はかけたし、相手だって大人なのだ。探しに行かずとも平気だろう。エレベーターに身を引っ込めて、閉まるボタンを押し込んだ。だがまるで反応を示さない。また、じわりと、焦りが湧き上がる。続けざまに何度もボタンを押し込むが、箱は開いたままだった。冗談だろ。ったく、とりあえず課長に電話して。スマートフォンを取り出してみるが、あいにくと圏外になっている。
会社の中でこんなことは初めてだ。ならば非常用のボタンを押してみるしかないのだが、そこまで大事なのかとためらった。たかが数分エレベーターが動かなかったから大騒ぎをしたなどと笑い話にされてしまうに違いない。もう一度だけ閉まるボタンを押してみる。やはり何も動かない。仕方ない。諦めよう。いや、違う。エレベーターの故障なのだから自分には何の非もないはずだ。非常用の連絡ボタンをプッシュする。はい、こちら管理会社です。すぐに相手の声がして安堵の息を吐き出した。すいません。なんだかエレベーターが突然動かなくなってしまって。ただいま映像で確認しています。後ろの方は倒れていらっしゃるようですが、どうなさったんでしょうか。え？慌てて後ろへ振り返る。だがそこには何もない。無機質な床があるだけだ。ちょっと、やめてくださいよ。僕しかいないじゃないですか。いえ、いらっしゃいますよ。何人も、何人も。皆さん倒れて手足がぐちゃぐちゃになって、首もおかしな方向に曲がって、恨めしそうにあなたを見ています。たくさんいらっしゃいます。箱の中にたくさん、みんなあなたを呼んでいらっしゃいます。何？言って、やめろって、そういうドッキリは。ピリリリリリリリ、と甲高く音が響いて、スマートフォンが着信を告げている。そこには須藤の名前があった。ヒュッと大きく息を呑む。電波は未だ圏外のままだというのに、確かに音が鳴っている。恐る恐る通話ボタンをプッシュした。ザザザザッとノイズが溢れ出す。須藤？口が乾く。唾液を無理に飲み込みながら、小声でそっと問いかけた。須藤、無事だったのか？みんな心配して、お前の姉ちゃんも。ここは、地獄だ。途端に叫び声がした。一人ではない。無数の、数十の、数百の。鼓膜が破れそうになるほどの叫び声に、慌てて通話をオフにする。ちょっと待ってくれよ。嘘だろ。冗談だよな。わかった。やっぱり、ドッキリだろ。新しいホラー映画の企画かなんかで、宣伝用に仕掛けてきてるんだろ。もう正体は分かったから、出てこいよ。これ以上続けるんだったら、訴えてや。不意に何かが目に入った。それはエレベーターの上部に設置されている鏡だった。そこに、人が映っている。一人ではない。箱の隅に。何人もの人間が、なぜか皆、背を向けて、そこに立っている。慌ててエレベーターから飛び出した。逃げなくては。そうだ、この廊下の突き当たりには非常階段があるはずだ。そこから上のフロアに戻ればいい。簡単だ。廊下をダッシュして、ドアを開けて、階段を駆け上がるだけでいい。簡単だ。大丈夫だ。目の前に横たわる、闇より深い真っ暗な廊下に気をされながらも、なんとか自分を叱咤する。ほら、行けよ、大丈夫だ。お前は高校生の時には陸上部員だっただろう。走るのは得意だった。だから、走れ。
ガクガクと震える膝で、何度か一歩を踏み出した。真っ暗な廊下を走り出す。平気だ。急げ。大丈夫だから。パチパチと電気が明滅する。そこに影が浮かび上がった。慌てて次の一歩で床を強く踏んでとどまった。廊下はきっと半分ほど進んだはずだった。だが、目の前に、非常口を示す緑色のライトのその前に、誰かの影が立っている。また、ライトが明滅する。いびつで、細い影だった。見覚えがある。薄いピンク色のスーツに、ふわふわと柔らかそうなロングヘア。ああ、あれは、ゆり子さんだ。だが同時に、それは全く別のものだと分かってしまう。ゆり子さんはがっくりと首をうなだれて、スーツもあちこちが破けている。そして足は、片方が不自然なシルエットになっていた。なんで、どうして、何もしてないだろう。何も悪いことしてないじゃないか。恨まれる覚えなんてないし。恐怖で涙がにじみ出す。こんなのはおかしい。あまりにも理不尽な状況だ。ずっと真面目に生きていた。多少のいたずらや未成年で飲酒もしたけれど、それくらいのことだった。こんな風に脅かされる覚えはない。ここは地獄だ。須藤がいた。すぐそばに。血まみれの須藤は息が触れそうなほど近くに立っている。その眼球は片方が無残に飛び出して、顔の半分も叩かれたスイカのように潰れている。嫌だ。キビスを返してエレベーターへ向かって駆け出した。どこでもいい、何でもいい、逃げたい、逃げたい、ここから逃げたい。早く、早く、早く。光が見えた。エレベーターの隙間からは暖かな光が漏れている。あそこだ、あそこに行けば、少なくとも暗闇から逃れられる。だから。箱に飛び込もうとした一歩を、深い闇が飲み込んだ。何もない。床がなかった。そして光も消えていた。あるのは、ただ、深い、深い、穴だけだ。ぺちゃん!と。落下の衝撃は、まるで水風船が砕け散ったようだった。皮膚はあまりにも脆すぎて、血も臓物も骨も何もかもが体の外へと弾け飛ぶ。足も手も首も何一つまともな形をしていない。なのに、なぜか意識ははっきりと目覚めたままだった。そこには幾多の壊れた体があり、皆が苦痛にうめいている。ああ、ここは地獄だ。ようやくその言葉の意味を理解する。ここは地獄だ。ここは地獄だ。涙が出た。悲しかった。苦しかった。恨めしかった。だから、誰か、他にももっと、同じ仲間が欲しくなる。そしてまた、ベジャン!と、誰かが落ちてきた。